というわけで、この度 YouTube をスタートしました。第1回目は2013年12月20日バニラエアが就航した初日の様子をお送りいたします。ライト沖縄行き大変多くのお客様にご利用いただきまして本当にありがとうございます。今日拝見しましたら、私どもの、目的としてた老若男女若い方からですね、ファミリーのお客様、そして、シニアのお客様、このお客様がですねご利用いただけるということで本当に、私ども400人の従業員一同喜んでおりますし、今日のフライトにはみんな気合が入ってます。ぜひ、この私どもの記念すべき、初フライト沖縄行きウキウキワク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 のサービスをご提供いたしますのでお楽しみいただきたいと思います。今日は皆さんご存知のように、うなり君と、チーマ君、この2人もですね、この便に乗って沖縄へ行って、沖縄のですね、ゆるくキャラのマハエちゃんと交流をする、こういう予定でございます。今日はお客様は、179席、なんですが、ちょうどこの2人がですね、ちょっとオーバーサイズで、乗れなくなりましたので、この2人はですね、貨物室に乗っていただくことになると思います。ということで、お客様は177名、のお客様、で出発いたします。どうぞ、これからもですね、我々はウキウキワクワクの旅行をですね、ご提供していきたいと思います。実は昨日、隅田水族館に行ってきまして、隅田水族館のペンギンにですね、バニラちゃんという名前の子がいて、これから隅田水族館とはですね、来年3月にかけていろんなプロジェクトを一緒にやっていこうと、してます。そういうことでこれからも皆さんにですね、いろんな話題、楽しい、空の旅、話題をご提供してまいりますので、どうぞバニラエアをよろしくお願いいたします。今日は本日はどうもありがとうございました。この後搭乗の時を迎えますが、果たして彼らとは機内で会えるのでしょうか。楽しみです。で、あれ、ちゃんとリムジンバス乗ってますね。ということは貨物室ではなくて客室で彼らたちに会えるんでしょうか。搭乗客にはこのように記念品が一人一人に手渡しでプレゼントされました。またバニラエアではランプバスでの出発となるようですが、社長さんたち皆さんがビッグハンドで大きく手を振って見送ってくれました。そしてこちらがバニラエアのエアバス A320 型機。タラップでの搭乗ってなんかワクワクしますよね。さて機内の様子ですが、あれ、これエアアシアのシートのままですね。そのまま利用しているんでしょうか。さらに出発時に珍しくウォーターサリュートでのお祝いがありました。これって到着時にはよく見かけるシーンなんですよね。座席ポケットを見てみましょう。安全のしおりやエチケット袋のほか、機内食のメニューを載せたフライトキッチン、そして機内紙の旅クーポンが搭載されています。またフライトアテンダントさんからフライトキッチンのメニュー紹介も行われました。まず一つ目はお肉好きのメンチカツサンド。これこんなに肉厚なメンチカツが入っていて正直びっくりしました。マスタードソースが効いていてとっても食べ応えがあります。2つ目はアラビックブレッドのポケットサンド。こちらは先ほどのメンチカツとは逆に軽いお食事として用意されたもののようです。そして横にある白いものは成田夢牧場のミルク玉。風船玉をプチンと割ると中からミルク味が際立ったプリンが出てきますが、これ冷えてたらもっと美味しかったんだろうなと感じました。デザートはもう一種類、一家団らんパンケーキという4つの趣の違うミニパンケーキをセットにしたものがあり、
これはみんなでシェアするのがいいですね。機内後方にお邪魔してみると、あ、彼らもちゃんと乗ってますね。よかった。そういえば広報さんは彼らにはちょっと魔法をかけてあげるんですよってメルヘンなことをおっしゃってました。初フライトの様子を楽しんでいるうちにあっという間に那覇空港に到着。那覇もあいにくの曇り空でしたが、ここでもタラップを使って降りていきます。そして歩いて LCC ターミナルへ入ります。あ、中ではチーバくんやうなりくんすでに先に降りて沖縄のマハエちゃんと共に私たちを出迎えてくれてますね。メンソーレというのがいかにも沖縄らしくて微笑ましいですね。那覇空港到着時にも地元の方々からバニラアイスサンドを記念品としていただきました。さて、これでバニラエア就航第1日目のレポートを終了。でも実は翌日に、実はですね、機内食を全部食べられたわけではなくて、それがちょっと残念だったので、こっそり翌日も再び予約して乗っていたんです。まずこちらはゴロゴロ野菜と柔らかお肉のデミグラスソース、そしてもう一品は海の恵みパエリア風ご飯。実はこれが一番の楽しみだったんです。アルミフォイルを開けた途端に香りがふわーっと立ち上って、ちょっとこれ感動しました。そして忘れちゃいけないバニラエアの大定番となったとろーりクリームパン。中のクリームがずっしりとしていて衝撃的でした。大人気となる理由がとってもよくわかります。さあ、以上をもちまして本当にバニラエア就航初日のレポートを終わります。ご視聴ありがとうございました。